こんにちは、こんばんは。ダイスチャンネルダイスです。今回はスナックワールドトレチャラーズやっていきます。メデューサ討伐の前に装備クラフトを覗いてみてるんですけど、今全部 0% でちょっとですね、服屋でカタログ買えるものを買ってきました。なんですけど、なんかまだ作れるのがあるのかがわからない帽子と体の装備と結構いろいろ種類がありますね。とりあえずこの一番上のやつ、防御とかがあったりする関係で作ろうと思います。あと必要にパープルアイがあったりもするんですけど、これはメデューサの討伐でゲットできるんじゃないかなと思うので、他のも入れてみます。あ、こうやってパーセントが上がるんだ。もうない。いろいろゲットしてこうやって作って自分の装備を整えていく感じみたいです。早速行きましょう。メデューサ討伐、魅惑のパープルアイ、クエストレベルは9、ボスはメデューサ、出発。今回からゲストで1人選べるっていうことだったんですけど、出発の準備できました。誰を連れてく？皆さんだったら誰ですか？マヒョネもいいよね、ペペロもいいよね、チャップにしよう最初だしね、チャップと一緒に行ってきます。できるメデューサ討伐、行ってこい。敵前逃亡を許さんからな。してしまう可能性はあると思います。ここの画面から一緒に行くキャラもいてくれるんだね。クエスト出発。ヘビーテンプラー神殿、やばいな。邪悪神殿ヘビーテンプラー、ここがアニメで見てたけど、メデューサさん大丈夫？ジャラこんな感じです。大丈夫？かなり不安なんだけどな。うわー、とりあえずダンジョンを回ってみます。近くにはいないみたいだ。どんどん先に進もう。イエッサー。あれ、なんで？いらっしゃいませ。ピノキオバージョン 3.0 出張ショップがある。何か買えるかな。所持金買えるのない。やばい。あ、この辺しかない買えるのないないじゃん、買えないじゃん。いや、1700だからな、やめときますか。ありがとうございます。広い、買えないひどい。でもダンジョン内にもしかしたらいてくれるのかもしれないですね。こう進めてみて、いるときには、買えるときには買おうと思います。ウィッチだ。え、待って、周りが見えない、気をつけろ。え、これ途中で出てくる、みんなもいるの？ちょっとー、おー、あめあいや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 、R 押してレベルアップ。おー、びっくりした。槍、え、こっちにしよう。剣型ね。ピンクジュースを手に入れた。え、なんか広くないですか？これでも中にいたよー。え、ここにもいるの？ってことは樽とかもちょっと倒しながら行くとアイテムが出てきたりするのかも。あ、やっぱりアイテム出てきますね。切りながら行きます。宝箱、メルヘンパフェ。何このスイッチ、わかんないけど、とりあえず押してみる。ナイスだ。この先も気を引き締めて進め。はい、いつ、まずキメラの奥にもいる。これいないな。ほい。99ギラン。お金、お金。もうそれにしても、ダンジョンが広い。ウィッチ。あ、また出てきてる。落としてる。123ギラン。ちょっとずつ、溜まりますね。ここにも入ってた。びっくりした。先に進んでいって迷子になったら戻らないといけないのかな。行き止まりとかあるのでしょうか。
お、宝箱。キーマサンドを手に入れた。それはすごいお宝でごわすよ。ほんと？この辺もちょっと怖そう。お、入ってる。ジャラパワー回復。どうしよう。道がわからない。でもなんかクローンも出てきてるし。敵がスケルトンが2体いる。まずい。こっちのスケルトン。オッケー。おー、びっくりした。え、行き止まり。え、待って。暗い。なんか罠的なやつもあるみたいで。顔の前が真っ暗なんだけど。クローンとクレムリンかな、クレムリンかな。スケルトン、スケルトン。もうちょい、オッケー。ヒールドリンクを飲んで、回復。こうなんか回復系も、タイミング、使うタイミング大事ですね。あとなんか行き止まりだったよ。戻ります。道探さなきゃ。かなり迷ってる。おー、やったー。次のフロアの道。こうやって出てくるんですね。じゃあここからまた、次のフロア。探索行ってみます。まっすぐでいいかな。とりあえず進む。キメラ2体。やばい。よし、チャージになったら使おう。あ、なんかタイミングが違った。イエロープルーン、グレムリンと、ゴースト。だってクローもいる。ちょ、大丈夫。宝箱が下にあるのが気になる。あ、手出てきちゃった。端っこの方で巻いてくることがなんか多いかもしれない。レベルアップ5。この辺？やっぱりなんか角の方で湧きますね。ほい。ヒーヒーカレーを手に入れた。宝箱もある。古代の茶土器。そして行き止まりだった。え、どっち行こう。上、脇。なんか回り道してる気がする。はい、何もないし行き止まりだ。あれ、広いね。下のマップ見ててもかなり広いです。あっちゃ、待って、今どこにいたんだ。キメラ、お、後ろに2体いるんだ。ピッチー。オッケー。ここ2枚いた。結構出てくるね。あと戦えば戦うほどレベルも上がるっぽいのと、これは倒した時に宝箱が落としてくれることもあるんですね。これはなんか倒していった方がいいのかも。48握手券。黒い煙で視界が悪くなった。まずいよ。さっき来た道の脇側を通ってる感じの地図になってますね。え、これ上でいいのかな。下、上、下。え、謎の扉発見。すごい気配がする。これがボス？お、違う。お宝部屋。え、初めて宝箱こうが、うは3つあるんですね。すごい。で、出れるんだ。これは壇上に入った時に見つけたら必ず行きます。ここがメデューサ。あの扉からボスのところに移動する感じなのかな。回復してもらってレベル5で挑みます。おすすめレベルが9になってたと思うので、え、レベル差がある。まずい。うわ、出たー。メデューサー。アニメで見たやつそのまま。でかい。待って、でかい。これ石にならないようにしないと。ヘビークロ。ヘビービンタ。当たってるから JP と、HP ちょっと見ながら行こう。いや、後ろ飛んでるよ。てか、メデューサのステータス HP が多くないですか。
多くない、まだ半分いってないよ。ランス、まずい。これランスで飛ばされてるんですね。ゼロポイントが少ない。めっちゃ飛ばされた。1、2のある閃光避けたい。どうしよう。避けたい。当たりたくない。あ、石になっちゃった。え、後ろ向いててもダメ？痛いよ、痛いよ。あ、なった。あ、また。何かで跳ね返せないかな。ミラーシールドとかでさ、持ってない？持ってない。ミラーシールド持ってないです。これ使えばいいのかな。この柱を使えばなんとかなるかな。まだまだ半分。やばい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 。やっと半分か。え、かなり遠くに飛んでる。石になる線が来る。まずい。どこにいればいい、どこにいればいい。この辺。あ、柱に隠れると大丈夫なのかもしれないです。お邪魔隊が来ちゃった。よいしょ。ランス当たりたくない。いや、当たる。ジャラも回復してるからこのままで行こうかな。ね、ユースさん、もうちょい。まずい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 。石になるねん。こう、やだ、避けたい避けたい。これ避けたのかな。後ろ向いてたから避けてる。錆びついたコイルを手に入れた。もうすぐ。え、ちょっと強い。あ、やばいやばいやばい。また石。え、この間に倒しちゃった。はぁ、チャップ強い。いや、最後のいいところを持っていってもらいましたね。パープルアイゲット。これで戻れるかな。やったー。メデューサ討伐いけました。チャップのおかげ。魅惑のパープルアイ、クエストレベル9をこなして T ランクアップの2。やったー。最後何があるかな。うわ、目玉報酬、これ欲しい。これはライバルたちにじゃんけんで勝たないともらえない。じゃんけん勝負。真剣にやろう。どうしよう。チョキから行こう。じゃんけんポン。うわ、みんなチョキだ。じゃ、グー。はい、行こう。どうしよう。グー。来た。よし、一人脱落。チョキ。天然脱落。次。チョキで行こう。来た。これ勝てるようになってるやつかな。それか、運か、どっちでしょう。嬉しい。いや、これは、全部見るけど、ロット欲しいですよね。全部見るけど、ロットだね。ロット手に入れた。やったー。イエーイ。じゃんけんで初めて1位になりました。新たなバスター属性を入手。ドラゴンバスター、光バスター、アンデッドバスター。これでジャラが増えました。嬉しい。あとはパープルアイもゲットしてるので、これはメローラ姫に報告しなきゃ。あと気になるのがこれね、赤ずきん48握手券。パープルアイゲットー。嬉しい。やるじゃないの。まあ、チャップがやってくれた感じでしたけど。照れてる。早速城に戻って姫に届くるでごわす。褒美をたっぷりともらうとするぞい。城でかしたぞ。よくやった。パープルアイですでいいかな。いらない。もうブーム去った感じあるし、全然テンション上がんないっていうか、ぶっちゃけ終わってる？終わってるそうじゃ。ということで、最後までご視聴ありがとうございました。それではまた、See you!